どうも皆さん、こんばんは。本日もシャドウガンレジェンズプレイしようと思います。さて、行くぜ。リスナーさんからまあ、教えていただいたんだけどね、シャドウガンレジェンドじゃなくて、レジェンズなんでね、今まで私、レジェンドでね、動画アップロードしていたんだけど、今日からね、レジェンズで、統一しようと思いますんでね。こちらが正しいのでね。さてと。今日は、サイドミッション、またね、溜まりましたんで、こちらやっていきましょうかね。その前に、スキルだね。コンバットだな。よし、オッケー。これが解放されたな。スタナ。範囲内の敵をスタンさせ、中程度のダメージを与えると。これ装備系なのかな?ちょっと解放してみようか。そうだな。はいはいはい。一度装備してみようか。よしと。もしかしたら使いやすいかもしれないからね。さてと。行きましょうか。まずは、どうしようか。まあ、どうしようかというか、サイドミッションなんでね。これはバルブ問題。こちら行きましょうか。行くぞ!さて、行くぜ。バルブを3つ回しておしまいの簡単なミッションか。ほんとか?食らっとるな。ガスが食らっとるぞ。さてと。よしと。地雷に気をつけましょう。さて。壊せれるところはないな。しまった、スタン装備できてねえな。装備したと思ったが。まあ序盤なんでね、サクサクといきましょうか。まあ、ただしと言うてもサイドミッションなんでね、ボリュームは結構あると思いますけどね。よしと、よし、卵ゲッチュだ。お、あれはチャージャーか。チャージャーな、苦手なんだよな。あ、来るんじゃねえ。絶対です。ラッコン。やあ。あ、逃げやがったな、チャージャー。なんて野郎なんだ。さて、痛い。じわじわ行くぜ、じわじわ。あばよ、よいしょ。いやー、私ね、朝起きたばっかなんでね、朝一で今、これね、中継、まあ、中継というか動画ね、撮ってますんでね。起きてまだ1時間も経ってないな、40分ぐらいかな。すんげえ眠たい。さて、行きましょう。まあ、ゴールデンウィークまでもうすぐだよね。今回9連休ということなんでね。よいしょっと。まず一つ目のバルブだ。私連休どうしようかなと思ってね。まあ、動物好きなんで、動物園にでもね、行こうかなと思ってます。皆さんはどうかな?友達と遊ぶのかね?さてと。よし。OK。まあね、家族連れの方だったらまあ旅行するだろうしね、まあ、カップルの方だったらカップルでね、どっかお出かけする感じなのかな。あー、ちょっと多いな。あー、来るんじゃねえ。まだレベル17なんでね。よしと。あばよ、私の勝利。よし、今のところ順調だな。先日アップロードしたあの幽霊戦だったかな、あれはね、やっぱりちょっと独特だったよね。本当にガチでびっくりしたんでね、僕。よいしょと。あ、まずいな、シングレードだ。ちょっと待って、撤退です。やつのね、一刀両断がすんげえ食らうんでね。あー、嫌だなこいつ。これね、これ一刀両断インブレード野郎。あい、まずいな。あ、痛い。ちょ待って。なんて野郎なんだ。あ、まずいな、ここ。ちょ。危ねえ。スキルを使う。
パワーアップ。どうだ、あ、まずい。あ、切られちまう。危ない危ない。さて、ここまで来れば大丈夫じゃな。くじほどにもね。いやー厄介だ。さてと、2つ目のバルブはこれだな。よいしょっと。よし、あと1個か。隠された宝箱回収しないとね。プラントちゃん、よし、いいぞ。まあ、チャージャーとツインブレードさえいなければ大丈夫だ。奴らが厄介なんでね。来るんじゃねえ、クラッシャー、クラッシャーマンだな、クラッシャーマン。何ひるんでるクラッシャー。よしと、ちょっと待て、スナイパー、ティッティッ。どうだ、線も食らうぜ。どうだ、痛がってるなクラッシャー。よしと、ティッ、あばよ、私の勝利。さて次は3つ目のバルブどこだ。長押しでミッション終了か。なんか簡単なサイドミッションだったね。ちょっと待って、宝箱はどこにあるんだ。ん、どこだ。宝箱どこなんだろうな。どこだろう。まあ通常ね、サイドミッションとか入る前にその隠された宝箱が何個あるかってのが出てくるんだけどね、今回ちょっと私チェックし忘れちゃったんでね。まあただサイドミッションだったら宝箱は必ずあるとは思うんだけど、どうなのかな。あ、ここじゃねえか。開けるんだ。あー、ここ臭いな。匂うぞ。匂いまくる。さて、さあ壊すぞ。なんかそのカーソルが出てないから、どこで撃ったらいいのかわかんねえな。うん、どこだ。あったぞ、みんな発見したぞ。プンプン匂ってやがったな。匂いまくりだぜ。さあよこすんだ、宝箱をよこせ。てい、素晴らしい、足を回収だ。さーて、長押しでミッション終了だ。撤退だ。あばよ、私は帰ります。後半の時間。よし、ミッション成功です。ヘッドショットの2枚。よし、私は帰ってきたぜ。アイテム一つだけか。うん、少ねえな。あー、これって解放できたっけ。私ね、そのキーアイテム全然ないんでね。パワーが 0.6 上がるな。足かな。新しい契約だ。さて、契約上してやろうじゃねえか。さてと。相変わらずいい体型だな。新しいのはどれ？あ、これか。どっちがいいのかな。こっちでいいや。よし、契約したぞ。さてと。さ、マネーを回収だ。よし。ちょっと待って。まず足がいらねえんだね。あ、ちょっと待って。あとこれだ。あ、開けるね。オッケー。これは。ああ、なるほど。カラー変わるやつだね。よしと。行きましょう。ようちゃん、相変わらずいい体型だな。トレードだ。売却。んで、これ売りましょう。よし、オッケー。んで、ちょっと待ってな。わしのマーク、ちょっとこれ、ガンにつけましょう。で、この可愛らしいステッカーも、スナイパーにつけて。よし。
で、スキルだね。ちょっと装備し忘れちゃったね。申し訳ない。こちらだな。素晴らしい。よし。ではね、サイドミッションもう一度行きましょうか。次のサイドミッションだな。遺品3だ。行くぞ。Here I come. さて、行くぜ。どうやらこのステージもね、隠された宝箱1個あるみたいなんでな。まあ、おそらくね、サイドミッションは全部1つずつあるんじゃねえか。スイートルームだな。行きましょう。あらららら。何やってんの？よし。清掃ポットを置きます。さてと。敵さんは。よし。ああ、みんな死んでるな。お亡くなりになってますな。ああ、来やがった。来るんじゃねえ。じゃあな。まあ、この程度の敵であればね、問題はないな。ただね、レベルの高いやつが来るとね、その雑魚キャラでもむちゃくちゃ強いんでね。さて、こっちか。隠された宝も1個あるんでね。よしと。男の一物。そしてこちら。どれだ？これに、これだ。解除成功です。素晴らしい。おや？ちょっと待って。これは、想定外。ん？どういうことだ？どうなってやがる？間違いやがったな。ああ、また炎だな。さあ消えるんだ。よし。さてミューズを守れ。ああ来るんじゃねえ。ちょっとこれ使ってみたいね。ていっ。ん？いまいちよくわからんな。どういう感じなんだ。いまいちよくわからんかった。痛い痛い痛い。ああ やばいぞ。挟まれた。痛い。ちょっと待ってくれ。撤退だ。よし、ここの一通でやつらを倒す。ああ来るんじゃねえ。よし、卵に。ちょ、ありがとうね。卵落とせ、卵を。あ、卵入れとったら。なんか腹減ってきたな。うん。よし、卵ゲッチュ。二つ目の卵だね。スクランブルエッグとか食いてえな。何隠れてるんだ、フランド。盗撮がバレバレだぜ。さて、盗撮はバレないようにするもんだよ。あ、盗撮しちゃダメね。犯罪ね。はい。さて。ちょっと待って、ちょ。ご一行様が目の前にいたな。しまった。さあ、倒すぞ。あ、まずいな。ブレードはね、その体力があるんでね。ていていあれ、当たらない。ていうん、よし。来るんじゃねえ。よし、卵ゲット。ふぅ、いかんいかん。隠された部屋どこかな。うん、破壊できるところもないと。どこだろうな。おそらくまあその武器かボディーパーツかね、重要なものが隠されてると思うんだが。さーて、どこだ。お、これかっこいいね、このマーク。どこ。こっちか。セキュリティドアを開けると。ん？こうか。よし。敵を全滅してから進め。了解です。あ、まあ、いや、ちょっと待って、敵の数が多いな。よし、いいぞ。あー、くそ。よし、オッケー。あー、後ろだな。来るんじゃねえ。あー、まずい。囲まれる。ふぅ。さてと。
レベル17のクラントだからね、まだね、そのゴリ押しでも勝てるんだけど、19とかだともう勝てるのでね、バックとか食らうんでね。よし、オッケー。よし、いいぞ、卵よこせ。あー、痛い痛い痛い、やめてください。よし、オッケー。金の卵、成金卵。隠された宝箱どこかな。これ言ったらおそらく終了になっちゃいそうなんでね。どこだろうな。おそらくね、どこかその隠された部屋に入れると思うんだよな。やはり今までの来たところでどっかあったようだな。どこだ、ちょっと待って。どこだ。こっからどっか狙い撃ちできるとか、結構ね、そういうステージもあるんだよね。ここも怪しいんだけどな。ねえな。もしくはエレベーターに乗った先もまだ続いてるとか、それならまだ可能性はあるよね。でもそうじゃなかったらもうクリアになっちまうからな。ここさっき調べたよな、何もなかった。何もない。こっちも何もないよな。こっち、あ、戻ってきたのか。こっちで、そうだな、戻ってきた感じだな。なるほど、そういうことか。どうやらあのエレベーターの先にまだありそうだね。そういうことだな、まだあるな。ミッションはまだ続くというわけだ。あっちだけど、ちょっと待ってな。こっちはなかったな。よし、ミッションはまだ続きます。あの先がありそうだな。エレベーターの先にまだ物語が待っているというわけだ。さて、行かしてもらいます。さて、よし、さて、私を導いてくれ。よし、チェックポイント到達だ。さて、サイドミッションだったら、まあ、スナイパーよりマシンガンとかそっち系の方がいいかもしれないね。おや、何か走ってたような気がしたわ、気のせいか。隠された部屋どこだろうな。ミューズを探せ。デカキンの卵だな。ははは。あ、こっちにありそうな気がするな。あばよ。あー、来やがったな。よし、まあ、この程度の敵なら問題ない。さて、あばよ。問題はなさそうだな。おい、ちょっと待って、敵が。これか。あー、まずいな、すんげえ来てるな。スタンを使うぞ。ヒッ。あー、こういうことね。で、この間に攻撃できると。あー、なるほど。どっちがいいんだろうな。ヘッドハンターね、やつが厄介だ。あー、やつが手前にいるな。よし。あー、ちょっと待って、食らいすぎ。スナイパーに持ち帰る。よいしょっと、ていてい。さて、てい。どうだ。よし、ナイス。ナイス、スナイパー。エリア確保。まだ
宝箱ないね。まだないですよ皆さん。どっち？こっち？はいはい。さて。あー出てきたな。よし。素晴らしい。卵ゲット。いやまあでもこのまんま進んじゃって大丈夫かな。戻れなくなりそうだよね。ちょっと待って、もうちょっと調べよう。やっぱここが怪しい気がするんだけどな。壊すところもないと。ここもないな。さて、よしと。こっち戻ってきちゃうもんね。やはりないようだな。やはりあの先にあるのかな。違うな。どこだ。どこに物が隠されている。ブーツはどこなんだ。さて行きましょう。どうやらなさそうだ。さて次はどうだ。まだ続くか。長いな。よし、まだ続いてるな。どっちだ。よし、あーなんかやばそうだな。ちょっと待って、こっちが正規ルートっぽいんでね。あ、こっちにありそうだな。よしと。宝箱の匂いがプンプンするぜ。これはちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これに、これに、これに、これだ！解除失敗だ。この苦手なんだよな、俺。これに、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 これだ！よし。素晴らしい。宝箱発見です。横積んだ。回収です。素晴らしい。マシンガンかな。よし。さて発見したぜ。おお、あー、ツインブレード出てきやがった。どうだツインブレード。あ、まずい。あいて、ちょっと待ってくれ。ステージが狭すぎるよ、ここ。スタンを使う。ティッ、よし、いいぞ、いい感じだ。苦しそうじゃないか、ツインブレード。あ、まずい。一体一刀両断された。スナイパーはどうだ。よし、あ、一体、ちょっと待って。死んじまった。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。スナイパーでできるかな。でも、隙がでかいからな、スナイパー。まあ、とりあえずすぐに発射って感じだな。よし、よしと。いいぞ、いいぞ、いいぞ。あー、まずい。いって振りかぶるんじゃねえ。あー、死んじまった。ちょっと、ちょっと待ってくれ。これどうやって倒せばいいんだ。どうしよう。逃げれねえんだよなこれ。ちょっと待って、これあー閉められた。まずいな。頭を狙って、まずい。いっ
て。まずいなこれ本当。あーちょっと、あーこれどうやろ。あ、なんとかかわせるはかわせるな、ギリギリだな。でもあーまずいな。でもあーどうだ、よし食らった。あいってスキルを使う。あーまずい、いて、あーボコられた。ちょっと待って、すんげー強いわ。どうしよう。やっぱスナイパーの方がいいのかな。なんて野郎なんだ。出てくるからすぐにそこをスナイパーで、ティッティッ、まあ、ちょっと待って、あいって、あぶね、よし撤退。おや、こっちは、ちょっと待ってくれ、やつはどこだ。ティッ、あと一発だ。ティッ、武器切り替える、まずいぞ。よし頭を狙う、よし逃げる、撤退だ。あーまずいね、よし勝てそうだな。あーちょっと待って、ここで調子乗るとまた死んじまう。あーまずいぞ、近いぞ。あばよ、私の勝利だ。強っ、近すぎるでしょ。びっくりした。あー強かったな。黄金マイクです皆さん、これが黄金マイクですよ。素晴らしい、ゲッチュです。よこしな。さあテッドミッション終了だ、帰るぜ、あばよ。逃げ場のないところでツインブレードとガチンコか、きついね。よしよし、ミッションクリアだ。よし、私は帰ってきたぜ。ナリキンマイクをゲッチュしたからね。ナリキンマイク、これはステッカーかな、かっこいいね、サメのマークだね。よし、ハットか、回収しましょう。あー、ただなんかこれ顔がまた見えなくなっちゃうな。さてと、 1.6 上がるな。これショットガンかな、これ。あー、ショットガンだな。私ね、ショットガン苦手なんだよな。どうしようか、戻した方がいいような気もするが。よいしょっと、まあ解読だな。さあ、いいアイテム出るといいな。グローブ、ピストル、ピストルは正直いらねえな。 2.8 も上がるな。よしと、なるほど、こういう感じか。うん、かっこいいね。さっきのサメのマークをちょっと確認したいな、サメちゃん。よしと、あー、こういう感じね、なるほど。まあ胸のマークは私はね、もうキャップって決まってるんで。よし、これだな。あとはちょっと待ってんな、レアグローブ、これ合成できるんだよな一応。175.4、 まあとりあえず合成1個しよっかな。よし、 OK。 これか。あ、なんか昆虫みたいになったね。ちょっと待って、どういう感じ。あ、後ろの方もつけてるよ今。後ろの方もね、同じのつけてらっしゃいますな。なるほど。まあ私はね、ずっとこのこれなんで、基本はこれですな。さてどうしようか。アイテム欄がね、私少ないんでね。よいしょよいしょ、どもちゃん。トレードだ。さっき回収したこれ売っちゃおうかな。
どうなんのかな、こういうのってステータス上がらないもんね。要は趣味の範囲内でしょ。うん、どうしようか。まあ個人的にはもう使わないから両方とも売ってもいいんだけどね。さて、トレードだ。ピストル売りましょう。どうしようかな、オートライフル。まあでも売っちゃおうか。しょうがねえな。よし、オッケー。で、ショットガンにワシちゃんつけて。あ、まあいいや。こうか。で、マス目をちょっと増やしたいから。オッケーオッケー、これでいいや。パワーが170ようやくいったね。スキルアップできるんじゃねえか。そうだな。ちょっとね、スタン買いましょう。ブラックホールの方がいいな、個人的に。まずブラックホールちゃんに変えて、で、どうしよっかな。ここら辺のスキル上げた方がいいよね。スプリント速度が上昇だ。素晴らしい。リロード速度上昇。次に、アイアンサイトの与えるダメージか。どうかな。まあ、まずはこれだな。どうしようかな。レベル3、スーパーチャージ。これ使いやすいんだけどな。ブラックホール。どうしようか。まずはこれかな。で、あとは、これかな。よし、これだ。よし、オッケー。かなり使ったね。じゃあね、本日もキルヤインでここまでにしましょう。またね、次回の動画楽しみにしていてください。チャンネル登録もね、よろしくお願いしますよ。それじゃあまた次回。あばよっ。